カウ高校とパハラ小学校校舎カウ高校とパハラ小学校体育館とシェルターカウ高校とパハラ小学校はアメリカ合衆国ハワイ州ハワイ島のカウ地区のパハラにあるハワイ州教育省の公立高校中学小学校である高校は1881年にハワイ島では最初に建てられた歴史ある公立学校でマウイ島のミッションスクールがあり これは後にカウシュガーカンパニーになり、たくさんの移住者が働いていて、指定が学べる学校を求めていた。サトウキビ畑がほぼなくなった現在でも、カウコーヒー会社などがあり、パハラはカウ地区の中心地で、地区の病院もコミュニティセンターもここにある。校内にある体育館研シェルターは2014年にオープンし、この建物の計画に尽力した、地元選出の下院議員の名を取って、 ロバート N、ヘアアーケスギムナジウムシェルターと、翌々年の2016年に命名された。現在、約800人がこの学校で学んでいる。住所は96から3150ピカケストリート。ハワイ州道11号線のパハラで、山側へ釜にストリートに入り、ピカケストリートとの交差点を過ぎてすぐ右。ハイアンアングリカルチュラルカンパニーヒストリー。 ハットカウコーヒーを飲もう。ハワイ島、ハットザニュージムインカ、ユーウィルスウンビーリーネンドザレプレゼンタティブロバート N、ヘアーケスギムナジウムシェルター北緯19度12分9秒、整形155度28分38秒、北緯1 9 2 0 2 5零度整形155.47722度、19.20250-155.47722。ありがとうございます。